はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。今日は、この日本語から弾けるネイティブがよく使う英会話ランキングというタイトルの本をご紹介したいと思います。ちょっと最近英語の紹介が多いんですけど、結構この本は分厚くてですね、作品を除いても500ページぐらいあります。で、どういった内容かっていうとですね、辞書みたいな感じになってるんですけれども、例えば今パッとこう1ページ開くと、これからどうするつもりですかという日本語がここに書いてあって、でそれに対してこのこれからどうするつもりですかっていう日本語を、アメリカ人というかネイティブですね、ネイティブイングリッシュスピーカーが、一番よく使う表現っていうのが書いてあります。第1 What are you going to do now? 第2が What do you plan to do now? 3番が What do you want to do now? とかですね、ちょっと今長かったんですけど、もう少し例えば短い、表現で、パッと使えるようなところだと、覚えてなさい、 I'll be back とかですね、教えてください、 Tell me、 Let me know、 Teach me とかですね、お仕事は何をしていらっしゃいますか、 What do you do for a living? What's your job? What's your occupation? とかですね、正直言って個人的にはこれ本当にネイティブが使うかなって思うような単語も全くないわけじゃないんですけれども、いいなと思うのはその一つの日本語に対して3つしか書いてないと。でもちろんその例文が書いてあるんですけれども、表現が3つしかないんで、ある意味この3つ覚えておけば、どれか1個当たるだろうっていう感じで、記憶ができるっていうことと、日本語のちょっと見にくいですね、あいうえを書きくけこさしすせそたちつせとからバーッとあって和音まで、日本語のあいうえを順に並んでいます。で、あなたはどうですかの次があなたは間違っています、あなたも好きですねとかですね、日本語の作品として日本語で検索できるっていうのは、ちょっと面白いしいいかなと思います。で、ただ逆に言うとちょっと実用上はですね、こういう表現ないかなって思って探すときに、もしかすると探しにくい部分もあるのかもしれません。私は最初からパラパラって読んでいくときもありますし、適当にパッと開いたページで面白そうな表現を見て、ああこういうふうに表現するんだっていうことを覚えていってるっていうような使い方もしています。ちょっとなかなかない形式の英単語帳というか、例文帳というかですね、だなと思ったので、ご紹介をしました。もちろんこの一冊でなんとかなるとかそういった類の本ではなくて、あくまである程度、英語を使う必要性のある環境にいる人とか、こう簡単な日常会話を、覚えたいなとか使いたいなっていう人が、手元に置いておいて読む本かなというような気がします。今日は以上です。